がムカムカする、なんつうかこう妙に下っ腹が重くて。おめえまさかまた計量パスした後無茶食いしたんじゃねえだろうな。そんなしてないっすよ。そういえば計量の後一人でフラッと出てきましたよ。ただの散歩っすよ。本当か、買い食いしたんじゃねえか。してないっすよ。主よ、私はこれから先生涯あなたに仕えることを誓います。主よ、願わくば私に力を、迷える子羊を救うために生きていけるだけの力を私に。胃袋が空っぽだとどうしてこうめまいがするのでしょうか。こんな豊かな世の中で働き盛りのあなたのような若者がお腹を空かせて道に行き倒れるなんて、信じがたいことがこの世の中には起きるものです。どうぞ慌てずにゆっくり召し上がれ。主よ、感謝します。私は早速行き倒れの子羊を救うことができました。やだ、シスターアンジェラ、こいつに食べさせたの？は？シスターはまだこの教会に来て間がないから知らないでしょうけど。いけないんですよ、この子に食べ物を与えては。どういう意味ですか、それは。みんなあのバカ一人が悪いんですよ。な、石田、そうだよな。え？いえ、私が悪いんです。大事な試合の前だというのに私がお食事を差し上げてしまったのですから、
知らなかったこととはいえ、減量という苦しい壁を乗り越えてやっと試合にという方に、私は何ということを。ご心配なく、あんたのせいじゃありやせん、断じて。やつはね、常習犯なんですよ。すげえ立ちの悪い、許されだろね。あんなやつは地獄へ落ちりゃいいんだ。あんたが食わせなくったって自分で買い食いしちまったに違いねえんで。しかしまあ、やつはあれでも金の卵だった。天性の素質ってのかな。私は高校生だったあいつに惚れ込みやしてね、学校中退させてうちに引っ張ってきたんですよ。そう、私は多分人生最初で最後の夢をあいつにかけたってところでさ。あの頃あいつは妙な月持ってましてね、17歳で難関の B 級プロテストに一発で合格したかと思うとフライ級の6回戦でデビュー、ラッキーパンチでワンラウンド KO 勝ち。そりゃ華々しいもんでした。うちのジムから初めて出したプロでしてね、私はすっかり舞い上がっちまった。それがそれが次の試合で減量に失敗、昨日の試合みたいにリングでゲロ吐いて KO 負け、その後ジュニアバンタム、バンタムジュニアフェザーと転校するたびに同じことの繰り返し、一度だってまともな試合をしたことがねえんですよ、シスターアンジェラ。一度も、一度も。こんにちは。こんにちは。来てたんすか。参ったな。昨日の試合見ました。いやどうも調子が今一つで、今度の試合こそ頑張っちゃおうなんて反省しきりでして。今度の試合だと、バッテラお前、まだ試合に出られるなんて思ってんのか。試合中にゲロ吐いちまうなんてプロじゃねえ。そんなボクサー誰が相手にしてくれるってんだよ。お前とカードを組もうなんて選手はもうどこ探してもいやしに、分かんねえのか小作。お前はもう二度とリングに登れねえんだ。現にな、向こう一年お前の試合にと交渉していた相手方から昨日のうちに全部断りの電話が来た。当然ですよね。え？俺、無様な試合して会長に大恥かかせちゃって。だけどもしもう一度チャンスが巡ってきたら俺。何事も努力から始まるのです。あなたが諦めなければ主は慈悲の心を持って救いの手を差し伸べてくださるでしょう。主の恵みがありますように。シスター、努力ですよ耕作さん。私も毎日お祈りさせていただきます。